日産 RB エンジン日産 RB24SRB24S 型エンジンは日産自動車が開発、製造していた直列6気筒ガソリンエンジンである。RB エンジンの位置形式であり、総排気量は2.43リットル、同弁機構としてサイチェシーを採用し、弁数は1気筒あたり2バルブでシングルキャブレターを採用した自然吸気のエンジンである。 シリンダーブロックは中鉄製となっている。RB24S という名称は、レスポンスバロンス 2400cc シングルステージ、キャブレーターの英字の頭文字を取った言葉である。電子制御燃料噴射の採用が一般化している時代でありながら、中上級格の市販車に搭載されるエンジンとしては、珍しいキャブレーターを採用している。RB24S は、 A31 型セフィーロの開発と並行して開発が行われた。これは、ラテンアメリカ地域をシムケチとした輸出者日産、ローレルアルティマのために開発された専用エンジンである。RB20 エンジンをベースに最も有利な排気量を検討した結果から2.43リットルとした。ラテンアメリカ地域の排気ガス規制を詳細に分析し、 シングルキャブレター方式を採用した。なお、キャブレターを採用した理由として、先進国に比べて、開発途上国の排ガス規制の緩さの他に中東及び、欧州向けの RB30S と共用化に伴うコストダウンである。1989年に日本における自動車税が見直され、0.5リットルごとに、各々の税額が定められた。 2.5リットル区分で RB24 を用いた場合に0.1リットル少なくなり2.5リットルのトヨタ自動車 1JZ エンジンに対する販売戦略上中と半端な排気量になってしまうため日本国内の採用が見送られたこうした日本の市場を鑑みた末 RB24 をベースに RB25 エンジンが開発された経緯がある結果として 中途半端な存在となった理由は、前日の1989年に行われた自動車税の見直しと深い関係があると言える。BNR-32 型のスカイライン GT-R には、RB24 のシリンダー工程を短縮した排気量2.35リットルのターボエンジンを搭載する予定であったが、レース参戦にあたり当時の全日本。 ツーリングカー選手権のレギュレーションを精査した結果、これを見送り、排気量は2.57リットルへと変更された。ありがとうございます。